野獣類は哺乳類のクレードの一である。カールフォン・リンレが1758年に自然の体系第10版で提唱した。獅子動物の海分類として、霊長類、ドン獣類、フン獣類、ヤマネ類、畜獣類、ヒズメ獣類、クジラ類と共に位置づけられた。野獣類の海分類としては、海氷族、犬族、猫族、蛇行猫族、天族、熊族を属せしめた。 現在の猫目と相当程度一致する。仙残光は、輪廻の時代には十分に知られておらず、分類が与えられなかった。19世紀以後は猫目の分類が定着したが、野獣類は猫目の形式的な上位分類として使用され続けた。例えば1945年のシンプソンの分類では、木の上位、クレードとして金ひずめ類、腹ひずめ類などとともに、猫目一目が属する。 野獣類が置かれている。古生物学的見地から、猫目に加えて、鱗ウ,ココウメを野獣類に属せしめる主張はすでに20世紀初に出て、いたが、仙山港は主に植生に着目され、虫を常食するアルマジロや土豚と共にヒンハ類に長年分類されてきた。しかし20世紀末頃に分子生物学が発達して、急速に生物分類の再興が進むと、 遺伝子上の二目の禁煙性が確認されるとともに、化石哺乳類である肉ハメとの類似性にも着目され、1997年に真っケなベル分類に採用されたことにより、三目の上位、クレード名称としての野獣類が定着した。また、キモレステスメを共通祖先とするグループであると考える説もある。化石証拠のほとんどが死神予で途絶えており、 共通祖先の形態は明らかとなっていない。20世紀半ばまでは発掘環境の良好な北米での化石証拠に頼っていたため、野獣類は北米を発祥とし、新生代以後に各地に放散したとする見解が有力であった。しかし、20世紀後半にメッセル採掘場の大発見があり、死神予時点でヨーロッパにも 北米トルイジの野獣類が生息していたことが明らかとなったことから、ローラシアが分裂するジュラキ、白亜紀の時点である程度の野獣類の分化が進んでいた可能性もある。ありがとうございます。